今日は、2017年9月の15日、21時34分です。よろしくお願いします。どうもルピカマドツー、アイテムありがとう。はい、バンピさんはドツー、シノブシンはドツー、ヤノラッキーはドツー。41、全然稼いでないよ。全然だよ。頼むよ。10位以内に行きたいからみんなよろしくね。初代はどうです。よろしくお願いします。2代目和道、3代目和道って続いていくよっていうことだから、これは。これ続いていくよっていうアピールだよね。ソスさん、お疲れっす。お疲れっす。継承されていくものだからね。風船ありがとう、いっちゃん。なんでアイテムいっちゃんがくれんのかよくわかんねえな。あ、いっちゃんこの前花火もくれたもんね。どうしたの？景気いいの？はい、ワード2、いらっしゃい。なんか最近いっちゃんがアイテムくれんだよね。ちょっと笑うよね。解放お疲れ。解放お疲れ。アイテムありがとう。いっちゃん。いや、引退詐欺とかしてないけどね。どこが引退詐欺なの？ どこが引退詐欺なの？詐欺つければ何でもいいっていうわけじゃないでしょ。はい、ワードツー。こんばんは、サバハニさん。嘘って何？君たちの嘘と俺の嘘の認識を、ズレがあるんだって。嘘っていうのは事実を偽ることを嘘って言うんだよ。はい、トツさん、アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。気に入らなきゃ見なきゃいいのにな。俺は応援してくれる人は大事にするけど、文句のある人は別に見なくていいと思ってるよ。自由なんだから。応援する気がない人は見なくていいよ。詐欺ってお前ら実害あったのか、ボンクラ。 そこだよね。 めちゃめちゃ的確だよね。 実害あったのか、ボンクラっつって。 いっちゃん正解だよね。それで投げ銭もらってるのはダメだろ。いや、要求してないんだよ、俺。いや、引退したじゃん。
投げ銭もらってるっていうか、そのいつも言ってんだけど、投げ銭っていうのは放送に対する対価だから、クレームがまず来てないんだよ投げ銭に対して。だいたいさ、引退するからアイテムくださいっていうので、アイテム投げられるほど甘い世界じゃないよこの世界。まあ、そこを分かってないんだよ。引退するっつってアイテム投げられるんだったら投げられるって、そんな甘くないよ。それくらい分かってて言ってるでしょ君たち。そんな毎日引退やるわ。配信に使ってないっていうか、あれはね、イラストレーターで、あの素材の加工とかホームページの更新とか画像処理やるときに使ってますね、 Mac は。あと動画編集、その2つに使ってます。バカありがとう。いや、アンチが増えるってもともと多いじゃん。もともと俺に興味ない人が騒いでるだけだと思ってるから、あんまり関係ないよ俺には。野田通りさんの容姿は和道と被る？そんな太った俺。野田通りの方が太ってると思うんだけど。あー、同じぐらいかな今。野田通りためなんだよね。おっさんだよね。早生まれ、遅生まれ。同い年だと思うんだよね、多分。野田通り。学年的に言ったら。TK 忍者いらっしゃい。お疲れっす。こんな太ってんのかな俺。体重計乗ってないかんね。あれ、野田通り家変わった？俺の知ってる部屋じゃないんだけど。黒 T、 和道インスパイアかな。今髪色赤なの？野田ゾーリーでも昔から髪の色いろいろ変えてますよ。のりゆきさんもためだね。のりゆきさん、関慎吾、野田ゾーリー、俺あと誰いるっけな。一行上もいるんだよね。鮫島さんとか香川さんとか、黄金世代って呼ばれてるやつね。最後の黄金世代じゃん、世代的に言ったら。黄金世代いくつかあるんだけど、黄金世代って呼ばれてる世代っすね。ゴミクズが大量に生まれたってやつね。
アイテムありがとう、ワド2。アイテムありがとう。野田のあの、おかしい顔のどこがいいんだろう。野田、何なんだろうね。野田の魅力って何なんだろう。野田の魅力って何なんだろうな。俺もよくわかんないんだよね。野田の魅力。面白いか。こんばんは。俺もよくわかってねえわ。野田の魅力は。未だにはよくわかってない。まあでもね、ファンがあれだけいるってことは、まあ面白いと思ってる人がたくさんいるんだろうね。ありがとう、アイテムありがとう、ゆっこりん。ありがとうございます。知識豊富らしいよね。すごい本読むんだよね、野田ゾーリって。俺あの喋り方が受け付けないかんな。あれわざとやってるっしょ。まあ長くやってるっていうのはでかいよね。アドバンテージだよ、それだけで。俺の魅力は分かんないね。西村博之と対談をしてんの？対談？すげえな。へえ。対談。すごいね。へえ、羨ましいな。自分の魅力って分かんなくない？自分のことあんまり客観視で見ないでしょ。自分の魅力とかあんま考えたことないの。考えても意味がないと思ってて、そういうのは周りが決めることだと思ってるから、こと自分のことに関しては。眉毛は生えてきたでしょ、うん、見えるでしょ。なんかのんちゃんに眉毛が薄くなったら若くなったって言われた、うん、若く見えるって言われた。中卒なのに物事をよく知っている。頭がいい、会話が的確。頭がいいなっていう部分はあると思うんですよ。子供の頃から、あ、ここの部分に関しては俺頭いいなって思うことはいくつかあったけど、平均したら全然頭のいい男じゃないよ。
学年でそれこそ200人ぐらいのね、学年だったけど、別に100何位とかだったし、平均すると。なんかね、そう、喋ることは好きなんだけど、関心のないことに関しては全く勉強もスポーツも何もできない。関心のあることに関しては、すごい好きだったりとかしてて、あんまりその頭がいいっていうふうには思ったことはない。ただ言語性 IQ っていうんだけど、喋りに関しては、頭の回転は速いとは思うね。言語性 IQ は高い方だとは思う。復活おめでとうございます。ありがとうございます。ただ何か自分ですごい才能があると思ったことはないですね。伝え方が分かりやすい。それは昔からだね。喋りの上手い人と下手な人って、地図、要は道路の説明をするときあるじゃん。道順みたいなもの。これが上手い人は喋り上手いって言われてる。で、それって何なのかっていうと、伝えたいもの、相手がどこにいるのかとか、自分がどこにいるとか、映像が見えてる人の。で、映像が見えてるから、相手の視点になって、こう、マップが見えてて、今右手に何が見える、左手に何が見える。ああ、なるほど。そしたらまっすぐに細い道見えるでしょ。そう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 。で、そこにコンビニ見えない？そこの角に、ねえって。こういうことができるんだよ。映像が見えてるから、いくらでも説明ができるの。ただ、喋りを下手な人って、自分が見えてる映像しか語れないから、なんつうんだろう、相手の視点に立てないっていうか、そう、ビジョンっていうのかな。だから、例えば何かを説明してる時とか、石野の説明、浅井さんの説明とかをしてる時って、俺見えてるんだよ。脳内で。で、それをなぞってるだけっていうか。だから、相手にも絵が浮かびやすいんだと思う。逆に抽象的な表現は苦手なんだよね。カズハセありがとう。いや、知らないっす。はい、わざつ。リズムはね、うなちゃんマンに実は強制されたんですよ。喋りのテンポとかリズムっていうのはすごい下手で、昔。で、それはね、ガキの頃から言われてた。会話が早すぎる。聞く用のリズムじゃないって言われて。で、うなちゃんマンに3倍ぐらい遅く意識して喋ろって言われた。3倍遅く喋ってみろって。早くて何言ってるかわかんない。で、言ってることは面白いんだけど、聞いてる方は疲れるんだよって。だから抑揚がなさすぎるから、お前抑揚がついたら喋りでいけるよってアドバイスをもらって、ちゃんまんから。で、どれくらい、2年目かな、1年半か2年目ぐらいから、それゆっくり喋ろう、ゆっくり喋ろうって。最初はもどかしかったよ。間をうまく使いなさいって言われて、逆に今ではね、もう何にも喋らなくても、人は集まるんだっていうことがだんだん分かってきたから、あんまり喋りの手数で勝負はしなくなったかな。昔はマシンガンでしたね。手数増やさないとって思ってたんだよ。今は全然もう逆にゆっくりやった方がいいぐらい。一番いいのはリラックスして喋ることが一番いいことだっていうのに気がついたね。喋りって難しいんだよね、意外と。おい、知らんけど、アイテムありがとう。ドラクエ5、全然だよ。春風のフルートっていうのを取ったところだから、ヘンリーがね、拉致をされたところで止まってる。ドラクエ5。家庭教師も同じ相手の立場を話すこと、知識がいくらあっても、
吸い切れないボンクラが多い。あー、なんかね、俺、だんだん気づいてきたんだけど、いっちゃん。バカには何言っても伝わらないし、頭のいいやつには何も言わなくても伝わるっていうのがだんだん分かってきた。子供の頃から、なんで俺が言ってること伝わらないんだろうっていうこと結構あったの。ガキの頃から。大人にでもたまにあったの。なんでこの概念が理解できないんだろうっていうか、俺が抱えてる悩みとかがそうだったんだけど、悩みとか問題にぶつかっても、その質問自体が意味がわからないっていう人がよく多くて。で、人間って同じ世界に住んでるようで、実は全く違う世界に住んでるんだっていうことがだんだん分かってきたね。年を取るごとに。バカありがとう。だんだん分かってきた。だから、全部言えばいいってもんじゃないなっていう。伝わるやつに、誰に向けて話すのかっていうのをすごい意識するようになったよ。要は、不特定多数相手にする職業なわけだから、いろんな人がいるわけよ。立場とか環境も違えば、イデオロギーも違う、考え方も違う、ね、性別も違えば、国籍も違うって、いろんな考え方があるわけだ。で、もう極端な話、頭いい悪いも含めて。で、分かってもらえない人には分かってもらえないんだっていうのがだんだん分かってきたね。だから、そこに向けて話をしても意味ないなっていう。分かってくれる人だけに分かればいいやっていう、そういう感覚だね。あんまりアイテム投げられないけど、明日仕事なのでお休みなさいです。枠頑張ってください。ありがとう。はい、トツさん、アイテムありがとね、伝わらない相手に何かを伝えようとしても全く意味がないからね。賢い人はちょっと話せばわかる。ボンクラ1から10まで話しても理解できない。要は頭のいい人ってヒントから答え出しちゃう人なんだよ。あと、持ってる情報量が同じ。頭が良くなくても、持ってる経験値が同じだと、説明がいらなくなってくんだよね。だから、リンゴが食べたことある人にリンゴの説明するわけね、しなくてもいいし。ただね、外国人にリンゴ、例えば黒人さんとかリンゴ食ったことないわっていう人にリンゴを説明するのってものすごい時間がかかるじゃん。だから、経験もあるよね。頭がいいだけじゃなくて。だから、頭のいい人だったら外人さんでリンゴをことじゃなくても、フルーツ、ポピュラーなフルーツだよ、日本でって言ったら分かってくれたりとか。分からない人は何、何、何って。リンゴがうんこになったりするから。話す気ないよね。元気だよ。頭の悪いっていうか、物差しが狭いっていう表現をよくするんだけど、俺は。物差し狭い人は頭悪い人だよ。自分の器とか物差し、要は世界を測る尺度っていうのを人間は誰もが持ってる。で、要は自分の体験であったり知ってること以外からはみ出す。要は物差しが小さいとはみ出すものが大きくなるじゃん。はみ出したものは嘘だって決めつける人がいるんだよ。その人の知識がないだけかもしれないのに。嘘だ、間違ってるって。あなたの経験してないだけなんじゃないですかっていうさ。だから、物差しは俺はなるべく広ければ広いほど、
受け入れた方が得をすると思ってるのね。それが嘘かどうか本当かどうかじゃなくて、その自分の人生を選択するときにその情報量が増えるわけじゃん。なるべく物差しはでかい方がいいなとは思ってる。自分はその物差し広げよう、物差し広げようっていう風に考えてるかな。相手もありがとう。たくさんありがとうね。でもね、多分ね、生まれながらにもう決まってるんだよ、これは。DNA とかで。はい、こんばんは。あとはまあ決めつけだよね。この人はこういう人間に違いないっていう、やっぱりそのフィルターがかかるから、人間っていうのは曇るから、まっすぐ見るって結構難しいことだよね。そのまま受け入れるっていうか、周りの評判とか気にしないで自分の目で確かめる。しかもフィルターをかけないで、色眼鏡をかけないで。俺はそういうのはすごい大事なことだと思うよ。人間は多面性を持ってるから、その上で人と付き合うかどうかを決めるよね。いい悪いの2極、あのね、二元論ってすごいシンプルで分かりやすいんだよ。でもね、二元論だけじゃないんだよね、この世の中って。もっともっとぐちゃぐちゃしてるっつうか、多様性に富んでるから、その1か2かとか1か0かみたいな話っていうのは結構珍しいケースだと思ってるよ。2つに分けるっていうのはすごくシンプルだけど、すごく浅はかな議論、うん、だとは思うよ。俺は誰とも戦ってないよ。俺は自分のライバルは自分だけだと思ってるから、誰かと比べて配信やってないっすね。今くだらないんで、そういうのは。僕は自分のために自分と戦ってます。誰とも戦うつもりはないですね。あんまり関心がないっす。誰かと比べられて、過疎だとか大手だとか、うまいとか下手とか。僕は楽しく、会話してるだけなんで。負けんな。いや、まあ負けるっつうか、戦いじゃないからね。俺は戦いで人と喋らないから。こんなね、狭い世界でさ、配信会っていうすごい狭い、小さい小さい世界でね、どんぐりの背比べしても意味ないから。全然関心がない。あ、ありがとうございます。でもあんまり俺のこと応援してるとか、頑張れとか、好きだからとか、あんまコメントいらないよ、そういうの。本当に好きだったらアイテム投げろっていうのが俺の考え方だから、コメントじゃ救われないからさ、本当に好きだったら支援してると思ってるから、コメントで好きですとか、頑張ってください、一生ついてきます、応援してますっていうのはいらない。だったらアンチコメントで風船投げるやつの方がまだマシ。本当に俺のこと応援する気があったらね、アイテム投げて。中卒で短い人生でこれだけ理解でき、話をできる人は見たことない。俺の知ってるのはボンクラだけ。ガキの頃言われたのはね、こじらせてダメになるタイプだって言われた。子供の頃から、年寄りによく言われた。
この子にあんま本を読ませるなって言われた。この子本読みすぎてこじらせるタイプだって。うん、アイテム欲しくて瞑想？どこが瞑想なの？アイテム欲しいってずっと言ってるよ俺。別に瞑想はしてないよ。こんばんは。りょうこさんアイテムありがとう。ありがとうございます。あ、でも俺大卒は偉いと思うよ。あのね、大学卒業してるって、どこの大学に限らず大卒って何なのかっていうと、しっかりこの人は学校が定める約束の規定の日数をクリアしましたっていう証明なんだよ。長期間にわたって。で、今度、その大学の中にもランクがあるわけだ。だけど、一応大卒っていうのは、この子はしっかり働けますよっていう担保になるんだよね。中卒っていうとさ、やっぱり何かしら理由はわからないけれども、この人は学校に通わなかったりとかしたっていう証明だから。だからでかいと思うよ。なんつうんだろう。中卒か大卒かっていうのは。俺はだから、その、大卒ね、取れるんだったら取った方が日本社会でも、世界でも有利だと思うよって。俺はそういう風に普通に考えてるね。こだわる、いやいやいや、だって世の中で優秀な人ってほとんど大卒だからね。うん、俺は結構大事だと思うよ。おい、ワード2マキル。応援する気がないやつに嫌われたって痛くも痒くもないよ。応援する気のある人だけいればいいから。ノーダメージだよ僕は。ドラクエするときはタイトルにドラクエ5って入れるよ。あ、大卒だと思ってたわマキル。俺マキル大卒だと思ってた。大卒、大学就職でやる SPI 検定やってみたけど問題すら読めなかった。大卒すごい。すごいよね。中卒っていうか今で言う小卒だよね多分。いっちゃん田中角栄さんの頃って俺らの中卒の認識じゃないでしょ多分。俺らで言うとこの小学校だよね多分。昔でずれてるよね確か。だから正確に言うと中学校すら卒業してないんだよね。小学校だけだよね。卒業配信全然やってもいいよ。なんで俺がお前に挨拶しないといけないの？なあ。
なんで強要す、強要ですか？利害関係ありましたっけ、僕とミカポさんで。ないっすよね。なんで俺が挨拶しないといけないのかよくわかんないんだけど。挨拶したい相手は選ぶよ。読書全然しないっすね、最近。漫画はよく読みますけど。フォローしてもいいですか？俺がダメって言ったらやんないの？ いいよ、自由にやんなよ、フォローは。大歓迎だよ。聞かなくていいよ。みんなに与えられた権利だから。俺は、だってフォロワー増やしたくてやってる部分もあるわけでしょ。ブドウ糖先輩アイテムありがとう。お前にどんだけアイテム投げてると思ってんや。俺、ミカポさんからもらってないっすけど。なんでそういう嘘を平気でつくの？ねえ、なんでそういう嘘を平気でつくの？お前にアイテムどれだけ投げてると思ってるんだって。なんでそういう嘘を平気でつけるの？びっくりするんだけど。どこにいんの、ミカポさん。アイテムどれだけ投げてるんだって。ねえ、確認取ろうか。70万、60万、10万、10万。ね、どこにいんの、ミカポさん。ね、ミカポさん、どこにいんの、あなた。ね、俺、確認できるんだけど。ね、どこにいんの？ 50 位にも出てこないけど。ね、アイテムどれだけ投げたんすか、僕に。ね、どこにいるんすか？どこにいるんすか？ 70 位でも出てこないっすね。100位にもテルチャンピンが出てくるくらいだよ。テルチャンピンは俺に1万円も使ってるんかい。テルチャンピンは俺に1万、あいつすげえな。テルチャンピン1万円も使ってるの俺に。すげえな、笑うな。恥ずかしいだろ。100位にもいねえじゃねえか。いくら使ってんだよ、お前。いくら使ってんだよ。言えよ。150位にも出てこないけど。何がいくら使ってると思ってんだよな。1円も使ってねえじゃん。1円も使ってねえじゃん。いくら使ってんだよ。なあ。バカだよ、本当に。アホだよな、本当。そんだけ使ってる自信があるんだったら俺が神対応するに決まってるじゃんな。なんですぐバレる嘘をつくんだろう。耳鳴り今しないっすね。ああ、まあ、ネームバリューっていうかね、バリューがあるんでしょ、多分。お疲れっす。お疲れ様です。嘘ついてないじゃん。嘘ついたんこいつじゃん。そうそう、そういうこと。誠さんの言う通り、俺全部話してるし、全部公開してるし、配信全部載せてんの。見てないやつが悪いのよ。そう、過去起こったことをなんで俺が一回一回説明しないといけないんだよ。放送見てないお前が悪いんだろうっていう。放送見ればいいじゃん。タイムシフト乗っけてんだから。 YouTube にアーカイブも乗っけてんだからさ、自分で調べろよっていう。知りたい情報は何でもかんでも俺から答え求めるのよくないよ。
相手にすんのやめたけどね、もうくだらねえから、お人よしすぎたよちょっと。お疲れい。あ、お疲れ様です。何やってた？寝てた？いや、今、ファンライブで配信してたっすね。あ、そうだった。配信中だったんだ。申し訳ねえ。あ、いや、もう今終わったっす。あ、今終わったところだったんだ。なんか、浅井さん来てさ、はい、なんか、また石野を済ませるとか言ってたよ。いや、そうなんですよ。今、また、昨日、一昨日かな、また、昨日、一昨日ぐらいからまた浅井さんのところお世話になってんすよ。え、今いんの？もう。あ、今もう浅井さんの家にいるんですよ。あ、そうだったんだ。知らなかったわ。そうなんすよ。あ、そっかそっか。え、なに？知恵遅れのクソババアぶっ殺すとかもう言わない？大丈夫？いや、また言う可能性はあるんですけど、おう、もうちょっと。可能性あるんだ。もう可能性ある。だから、まあ、結局、相手、うち、あ、てか、有田さん帰ってきたんですよ。おお、どうだった？元気だった？はい。で、相変わらず元気で、ちょっと、うん、今日昼ず、はい、有田さんと、ちょっといろいろお話しして。うん。え、何？今、今日から浅井さんの家に戻ったの？いや、ね、おとといぐらいじゃないかな。ちょっと忘れちゃったけど、14か13ぐらい。そうだったんだ。あ、よかったよかった。あ、じゃあ雨風はしのげるんだ、とりあえず。そうなんですね、とりあえず。はいはいはい。いや、なんかさ、暇だったからさ、スケボーでもやんないかなと思って。スケボーっすか？うん。もう、スケボーはやんないか。やんないか。そっかそっか。いやいや、乗ってないんだったら全然、あれだから。なんか汗流していこうかなと思って、暇だから石野もどうかなと思って。ああ、そうなんですね。ああ、別に全然、まあ俺も暇は暇なんですけど。まだ起きたばっかり？いや、起きたばっかりじゃないっすよ。あ、そうなんだ。はい。今から暇？今いい。え、な、今配信中っすか？今俺は配信中。あ、配信中なんですね。うん、はんはんはん。いや、別に誰かったら今度でもいいよ、全然。いや、別に大丈夫なんですけど、スケボーやってたら、だってまた警察来るんじゃないですか。いや、だから道路で、あえて交番の前とかでやればいいんじゃない？公園でやってるから怒られたから、いや、お前が怒ったんじゃねえかよ、つって。交番の前でスケボーやるの別に違法じゃないでしょ。いや、違法ではないと思うんですけど。うん、いや、道路でどっかでやろうかなとか思って。夜だったら人いないから。はいはいはい。うん。どっかでなんかカラカラってやろうかなとか思ってたんだけど。あ、てか今日中央公園でサーフスケートやってる女の子いましたよ。あ、そう。いました。へったくそだったけど。へったくそ？うん。面白そうでしょ、はい、でもあれ。サーフスケート。え、なんすか？サーフスケートいいでしょ。に、ただ、俺、どうせやる、ドクターン、あ、なんでもない、映画か。やるんだったら、やるんだったらやっぱ普通のスケボーやりたいですよ、ね。はい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 。ちょっとかっこいいよね。オリンピック正式競技らしいもんね。なんかオリンピックになるんでしょ？おう。うん。いや、まあ、ただ暇だっただけなんだけどね。スケボーをやろうっていうのは、あれで。あ、そうなんですね。いや、まあ、俺も暇って、ちょっと暇なんですけど。うん。
どうしはよい、全然。う。どっかで落ち合う。あ、本当っすか。あ、うん。全然大丈夫っす。嘘。どこ集合はい。にしようか。どうします？いや、全然俺、場所行ってもらえれば、全然。どこでも行きます。どうしようかはい。な。どこがいいかな。バーケいつ？バーケは10月の5日の正午です。10 月5日か、遠いな。まだ20日もあんのか。遠いんですよ。どうしようかな。どういや、してか、なんか、有田さんも、なんか、ワドさんのことなんか気にしてましたよ。よう。なんで？いや、なんか、ワド生きてんのかっつって。いや、生きてる生きてる。はい。いや、全然生きてますよ、つって。最近確かにはね、挨拶してなかったんだよね。い。はいはいはい。YouTube ライブやか、そっちファンライブ回すんでしょ？考える回す。いや、回すっていうか、いや、今、だから、今何もやってないっすよ。やんないの？せっかくだからやればいいのに。あっああ。てってことですか？え？あって。ああ、いや、まあ全然いいんだけど。ああ、何？もうああ、ただ、今日はやめと。端末持ってくのちょっとめんどくさいんで、あ、そっかそっか。ちょっと手ぶらで行くっすわ。外出るんだったら。ああ。なんか楽しいことやろうよ。なんかないかな。楽しいこと、タイマー。タイマーとかお前、ふざけんなよ、お前。俺、タイマーやんないの知ってるよね。楽しいことって言われたらもうタイマーかセックスぐらいしかな思い浮かばないんですけど。タイマーか、クズ野郎だな、本当に。大体タイマーがどこで売ってんのか知らねえかんな、俺。買う気もねえし。どこで買うの？どこに売ってんの、タイマーって。タイマーどこに売ってんすかね。どうやって手に入れてたの、お前は。いや、知り合いのつてですけど、まあまあ、どうします？どうしようかね。俺がそっち行く？いや、別に俺行ってもいいけど、あ、じゃあ来てよ。和藤さんのお家にですか？そう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 。え、僕臭いですけど大丈夫ですか？風呂入ってないの？入ってないです。入りたいんだったら俺の家で風呂入ってくか。いや、だけど、だって、トイレとバッティングしちゃうでしょ？僕結構風呂長いから。あ、いいよいいよ。全然大丈夫だよ。じゃ、マジっすシャか？ワー浴びなよ。洗いたいでしょ、体。いや、めっちゃ嬉しいんですけど。今日銭湯や、あ、銭湯行くか、二人で。銭湯。え？違う違う違う。羽衣湯。羽衣は今日休みなんだよ。他にもあるから。はい、どこ？コリコリ、いや、どこ？何、のんちゃん、どうした？あ、じゃあさ、あ、ちょっと待って、石野。のんちゃん、はスーパー銭湯三人で行かない？車出してよ。出すから金。行こうよ。石野かわいそうじゃん。だっい。て、いや、いいっす。ちょっと無理やり、あんまりちょっと、気分乗らないんだったら、ちょっとのんちゃんかわいそうだかわいから。そう、大丈夫。あ、じゃあ近くでとにかく銭湯探すから、一緒になんかサウナかなんか行こうよ。サウナ好き？サウナ、まあ別に、はい。じゃあサウナ行こうよ、ちょっと。二人で。ああ、ありがとうん。あ、じゃあとりあえず俺んとこ来て。で、サウナ行こう、歩いて。うございます。和藤さんの家に行けばいいんですか？俺の家で大丈夫だわ。で、サウナ行了こ解しました。う。ごめんね、なんか呼び出しちゃう形になっちゃって。俺、いえ、とんでもないです、とんでもないです。じゃあ待ってるわ。ちょっと着いたらインターホン鳴らしますんで、お願いしあ、まいい、す。LINE でいい。インターホンうるせえんだ、俺の家。近所中にああ、わかり鳴っましちゃうからさ。LINE、た。ワン切りかメッセージちょうだい。わかりました。じゃあ電話します。はありがとね。い、すいません。失礼します。ウィス。はい、失礼します。サウナ行くか。サウナいいよね。俺も汗流したかったから。え？韓国式サウナって何が違うの？岩盤浴行きたいけどね。岩盤浴ないのかな？新宿で岩盤浴検索すっか。新宿。
岩盤浴。オッソっていうのがあるんだ。なんかさ、韓国式サウナでさ、うん、なんかみんな床にゴロンゴロン転がっててさ、うん、ゆで卵をさ食べてるさシーンさ、ドラマでやっててさ、うん、楽しそうだもん。おー、いっちゃんに LINE すればいいの？いっちゃんに LINE すればいいの？俺LINE して確認のために。俺いっちゃんと LINE 繋がってなかったような気がするんだけど。いっちゃんと LINE 繋がってないよ俺。LINE いっちゃんから飛ばしてもらわないと分かんない。あの URL クリックすると LINE が起動するから、俺からいっちゃんにスタンプすることはできないよ。ていうかいっちゃん IT 詳しいんだから、スカイプ使いこなせんだったら LINE 使いこなせんのにね。どうやってつなげる？アプリはダウンロードしてる？してるかしてないかによる。携帯の中にアプリが入ってるか入ってないかで、携帯にアプリが入ってるんだったら俺のふわっち見て、で、あの凸はこちらって書いてあるでしょ、下の画面のとこ、そこをクリックするともう勝手に LINE 申請できるようになってる。でやってみて。LINE は俺の携帯番号。LINE は俺の携帯番号の意味が全然わかんねえわ。あの、LINE は俺の携帯番号の意味が全然よくわかんねえわ。花火ありがとうございます。こんばんは、キッツさん。何？ LINE は俺の携帯番号って何？元気だよ。LINE は俺の携帯番号ってなんだよ。全然意味わかんねえわ。この曲が岩盤浴っぽいか。もっとなんかキラキラした音楽流れてるイメージだけどな。ふわーっていう。まあ男だからサウナでもいいか。携帯だって俺いっちゃんの携帯番号知らないし。LINE の意味がわからないって言われてもさ、あ、じゃあわかった。いっちゃんの携帯番号書けないもんな。だ、どうすりゃいいんだよ。LINE は俺の携帯番号って言われても俺もわかんないもん。どうすればいいんだ。携帯番号何番だ。何番？ LINE ID が携帯番号なの。書いちゃったよ。
あった。通話できません。いっちゃんが最新バージョンを利用してないため通話機能に対応することができませんだって。いっちゃん、いっちゃんダウンロードアップデートして。いっちゃん、いっちゃんの LINE 見つかったよ。この1、いちょでしょ、これでしょ。通話ができません。いちょは最新バージョンを利用していないか通話機能に対応してないためお答え、電話かけらんないじゃんねえ。いっちゃん、ちょっと勘弁してよ。いっちゃん、バージョン何使ってるの？逆に。バージョン何なんだよ、通話ができない LINE って。逆にすごいでしょ。うん。いや、書いちゃダメなんだけど。うん、書いちゃうんだよね、いっちゃん。LINE の意味が全くないからね。すごすぎるわ。無法地帯だ。あ、俺消しとくよ。大丈夫。消しとく。こっち側で消す。はい、ワードツー。カレオさんいらっしゃい。パフェありがとう。僕はパフェが大好きなんだな。いっちゃんは配信者だね。すごい子さんの配信者だ。いっちゃん知らない人 いるんだね。初見さん、鳥玉さんいらっしゃい、ありがとうございます。僕はパフェが大好きなんだな。パフェ4つありがとう。うん、モンスターエナジードリンクだね、うん、パソコンの会社にやってもらった。いっちゃんにメッセージ送ったよ。山下清じゃねえよ、熊野プーさんだよ。誰がおにぎり食べたいなだよ。熊野プーさんの蜂蜜食べたいなでしょ、俺がやったの。誰が山下清だよ。熊野プーさんだわ、うん、分からない。パソコンの会社に。ほやじ、パフェありがとう。ワードツこの後、じゃあ石野が来たら YouTube ライブやるわ。 YouTube ライブに移動するんで、もしあのこの後放送見たい人は YouTube も登録しといてください。石野ボクシングやってたから、ちょっとマススパーリングやってみようかな、石野と。今来た？来た？うん。アップグレードしないとダメっぽいよ。いっちゃん。アップグレードしないとダメだって。通話ができないって。送った？いや、来てないけど何も。何も来てないけど。いっちゃん来てない。既読はついたけど、いっちゃんからメッセージは来てないよ。なんだこの一方通行なライン。いっちゃんブロックされてるんですけど解除してもらえませんか。うん、いや、ブロック解除をねしてくださいっていうのは野暮だよ。なんだかわかんないけど、もう付き合いたくないっていうことだから、うん、カレオさんありがとう、アイテムだからね、すっぱり別れるのがいいんだよ、男も女も。ブロックされたら終わりだから。
男も女もね、あんまりね、そのブロック解除してってさ、うまくいかないよね。何かしらの原因でダメになってるわけだから。あ、ありがとう、キットさん。俺も鮫島さんにブロックされてるよ。俺鮫島さんにもブロックされてて、うなちゃんマンにもブロックされてんだよ。でも別に何ブロック解除してとか言わないでしょ。意味ないもん。あ、一種のついた。お疲れ。ちょっと今こっち切るから待ってて。じゃあ YouTube ライブに移動するんで、皆さん YouTube で会いましょう。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。